332年目のシーズン、オーダーを発表するぞ。1番センター、イチロー。2番センター、福本。3番サード、長島。4番ファースト、大宇。5番セカンド、落合。6番レフト、門田。7番キャッチャー、古田。8番ショート、宮本。続いて投手陣。先発調子次第、ダルビッシュ。先発調子次第、小山。先発調子次第、小口。先発調子次第、稲尾。先発調子次第、工藤。先発調子次第、田川。中継ぎビハインド、涌井。中継ぎビハインド、高橋。中継ぎ接戦時、斉藤。中継ぎ接戦時、甲斐。中継ぎ接戦時、藤川。セットアッパー、浅尾。クローザー、岩瀬。留学選手が帰国。北別府変化量にだけだったか。まあすでに結構変化量あったからな。宮城もスラーブだけか。北別府球速もう少し欲しいな。コンスタは両方 A になったな。宮城もいい能力になったな。リリーフで出番あるかもな。チケットガチャの時間だー。今年は枠が一つ空いてるからな。いいやつがいたら取ってやろう。でも天聖はいないか。A 評価のやつだな。フリッチ悪くなさそうな能力。伸びは C で確定か。ドラフト選手の能力。白井いけるやん。特能もかなり優秀だったか。まだ時間があれば大物ルーキー使って育成してたかもな。気どころは赤徳二つか。シュート回転はまだしも4球は余計だったな。一郎しっかり働いてるぜ。これで得点とチーム打率がかなり伸びることだろう。掛布はまだ出番なしか。一応しっかり備えておくんだな。今シーズンもこのお時間。今年の相手はロッテか。もうすぐこのシリーズも終わりだけど、日本シリーズ進出チームの回数も気になるな。集計してくれてる視聴者がいるみたいだからな。楽しみにしておけ。大マジか。ロッテには荒木と佐伯がいるな。ロッテには荒木と佐伯がいるな。初戦取ったでー。稲尾じゃなくて高橋か。今日のヒーローは勝利投手の連勝やでー。もっと点を取れ。さて今日のヒーローは勝利投手。今日は圧勝やでー。常にこれくらいで勝て。先発岩瀬。負けたでー。胴上げ投手を抑え稲尾の予定だったんだがな。そういうことか。日本一だー。日本一を決めました。
3630、3631、3632、3633、3634。結局稲尾は胴上げ投手になれなかったか。稲尾は今年引退かもしれないから、胴上げ投手のためにクローザー起用だったのか。本当は最後のシーズンは抑えの予定だったが、先発での記録が期待できそうだからな。見事日本一となったトラホー。連覇へ向けて選手たちのさらなる活躍を期待しましょう。さあ、イチローの加入で打線がさらに強力になったな。残りは坂田がしっかり応援するんだな。今年もしっかり120勝超えやで。当然だ。防御率は2点台になったか。先発の方が良かったんだな。打率はしっかり伸びたぜ。イチロー効果だろうな。おいこら、ベストナイン全然だな。もっと気合を入れろ。MVP は長島か。さすがミスター。首位打者は稲葉か。ダルビッシュと接戦だったんだな。新人王は関係なし。沢村賞はどうか。ON コンビが100打点だ。イチローは3割届かずか。あの能力でもダメなのね。門田じゃなくて稲葉が使われたか。稲葉は3割打ったぜ。宮本はいまいちだな。工藤負けなし、あっぱれ。投手陣は何も言うことなしだな。ダルビッシュ怒りの FA 来た。やはりな。里崎、こいつは出場機会だろうな。選手の契約公開。お前引退しねえのかよ。稲尾はやめへんでー。優秀の美を飾らせるために日本シリーズ最後クローザーで待機させてたというのに、まあ続投の可能性もあったから引退試合はしなかったけどな。おかげでまだ稲尾は続投やでー。こいつはクビだ。フリッチ能力も結果も良かったのにな。安藤もクビ。今までお疲れさんだぜー。増田は引退。出番なかったな。白間はクビ。キャッチャーいいじゃ出番ないな。宮内は引退。今までありがとな。原はクビ。まだ能力いいのにな。大町もクビ。カミソリシューターだけどクビか。十文字もクビ。カミソリシューターかなり減ってきたな。以上だ。オーナイス。今頃アップか。サードラフト誰が出るかな。見ていくぞ。すでにまあまあいいモブ投手多いな。先生いないな。
先制投手はいなかったか。追い足もいねえのか？まさか。こいつ強いな。大子のショートは優秀だな。本当に天聖霊なのかな？ゴジラ松井来たー。ほう、松井か。外野は飽和状態だが、松井ならうちにふさわしい選手だな。一松が同じチームに。ドラフト1位は松井だ。松井は何球団競合かな。3球団か。結局今年の天聖は松井だけか。これだ。ふん、ナイスドラフト2位はこいつ。基礎能力は悪くはないな。以上だ。今年も2人だけか。ゴジラ松井出番あるかな。時間はねえがしっかり育成するぞ。松井しっかり成長するんやで。こいつはもう一球種だな。西島基礎能力はいいからな。帰国選手はなし。ポスティングもなし。FA だぜー。ダルビッシュなんでやー。ボス拒否したからだな。怒りの FA。 ダルビッシュ人気だな。赤得多いな。防御率いいけどな。いらんな。こいつも防御率はいい。クローザーか。里崎はチャンス逃したからな。こいつは正捕手としてしっかりしてたら、古田獲得はなかったからな。交渉は里崎とダルビッシュだ。お前は出場機会が目的だろ。わかっているぞ。古田がいる限りお前に出番はないからな。年俸3億3400万。なんでや。1年後給料を上げてやる。まあ出場機会目的なら出ていくんだろうけどな。お前はうちに必要な戦力だ。最大限の評価をしてやる。年俸10億の5年契約。お前ならエースナンバーにふさわしいな。これで絶対残るよな。ダルビッシュよかった。里崎は出ていったな。里崎はホークスか。セリーグじゃなくてよかった。保証はこんな感じだ。
コール首か。去年スルーしたがまた出てきたのか。若いけどノーコンで首か。育成初か。フリッチはセーブに行ったぜ。留学は大戸一郎。ペナントリーグだ。今年召喚するのは谷繁だ。大谷繁。まあ里崎が抜けた分の穴埋めだけどな。あくまでも第二捕手ってことね。二人目は岡田だ。大どんでん。本当は取る予定はなかったが、宮本が微妙だからな。セカンドどんでんでショート拓郎が濃厚かな。どんでんはこのチャンスを生かせるかな。若手はしっかりと成長するんやで。さあ今年は130勝頼むぜー。ベスト9がまだ全然ダメだな。数字を残せないやつはレジェンドでもすぐに変えていくぞ。続く